ニュートリノ飛騨宇宙科学館神岡ラボサイエンスコミュニケーターの高千穂です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はスーパー神岡デについてご紹介します。まずは名前の由来から。スーパー神岡デを英語で書くとこんな感じになります。はい、スーパーはもともとあった神岡デの上位モデルという意味です。そして神岡、こちらはスーパー神岡デがある飛騨市の町の名前です。神岡町と言います。そして ND、ここに注目してみましょう。 N はニュートリノという意味です。 D はディテクション、 E はエクスペリメント、日本語で言うとニュートリノ検出実験という意味になります。簡単に言うとニュートリノを捕まえるための実験もしくは装置という意味合いですね。さて今私の隣にあるこちら何でしょうか。巨大なお化け電球のように見えますね。電球であればこの表面からまばゆい光が出てきそうですが、こちらは逆です。かすかな光さえも捉えることができるセンサーです。どれぐらい感度がいいかというと、お月様の表面から照らした懐中電灯の光さえも捉えることができる、それぐらい感度が高いそうです。名前を光電子増倍管と言います。これがスーパー神岡での、内側の壁にたくさん取り付けられているんですね。少し上を見ていただくとスーパー神岡での模型があります。ちょっと中の様子を覗いてみましょう。こちらは建設中のスーパー神岡での様子を再現した模型です。実際には高さ約40メートル、直径約40メートルの巨大な空洞です。よく見ると作業員が光電子増倍管を一つずつフレームに設置し、それを積み上げていくことで壁一面にセンサーが取り付けられていく様子がわかります。どれだけたくさん必要か想像していただけるかと思います。その数なんと11,129本です。しかもこのセンサー、職人さんが1本ずつ吹き上げという作業でガラスを膨らませていきます。その後内部に光を増幅する回路などを取り付けていきます。この他にもスーパー神岡デを実際に動かすためには電圧を加える高圧電源であったり、それからデータを処理するコンピューターなどが必要になります。さらに忘れてはいけないのがあるものなんですけれども、それについてと実際にニュートリノをどうやってスーパー神岡デで観測するかについて詳しいお話を次回行いたいと思います。それでは